たら出国できないくなっちゃったかなっていうんで、ね、ターミナル2、あ、なんだ。こんにちは、キラです。ですね、前回、ドゥマゲッティからマニラにですね、飛行機で飛んできたというところまでご紹介したと思います。もしまだ前回の動画ご覧になっていただいてない方は、そちらを先に見ていただくのもとより分かりやすいかなとも思います。で、これがですね、マニラの空港に着いたところです。で、しばらくだいたい5分10分ぐらいですかね、待っていたらバスがですねやってきました。で、これが2台目のバスで、1台目のバスは、先の人、降りた人をですね乗せてもう出発しています。だいたいバスがですね、まあ2、3分、4、5分ぐらいかな、それくらいでぐる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 回って、空のバスが来ると、そんな状況でした。で、乗り込んだ時はですね、結構誰もいなくて、このまんま例の、ね、ウイルス騒ぎもあるんで、結構まあ乗車率 50% ぐらいで行くのかなと勝手に予想していたんですけど、結局のところ、まあ、そこそこ、まあ、席ですね、ほぼいっぱいになるぐらいの乗客の方を乗せて出発すると、そんな感じです。で、こちらがですね、まあ、空港の中走るんですけど、ほぼほぼまあ対向車もおらずですね、まあ、人も気もないというので、非常にまあ静かというか寂しい空港内のイメージでした。で、こちらがまあバスの中の様子なんですけど、まあ、先ほどお話しした通り結構な人が乗っていますが、まあ、通常ね、立って乗っている方も多かったりするんですけど、まあ、そこまで人を入れてないというような状況でした。で、バス降りてですね、こちらがターミナル2だったかな、2ですね。で、我々がセブパシフィックではなくてフィリピン航空の飛行機だったものですから、ターミナル2に到着しています。で、もしセブパシフィックの場合はおそらくターミナル3の方になるんだと思います。で、こちらがですね、私たちが出てきたというか入ってきた入り口なんですけど、まあ警備員の方がねしっかりいて、ただ全体的にですね、まあ、警備員の方とあと係員、空港の係員の方はたくさんいるんですけど、お客さん自体はほとんど、いないですね。まあ、もちろん飛行機いっぱいになるぐらいいるんですけど、まあ、その人たちが降りてさーっといなくなると、まあ、ご覧になっていただいているような感じで、もう関係者の方しかいないというような感じです。我々がね、入ってきた時にトイレ休憩で、まあ、4、5分このカウンターがあるところにですねいたんですけど、まあ、トイレから出てきて行こうと思ったら、もう我々の、と一緒にですね到着した方々はもうほぼどなたもいらっしゃらないというような感じで、非常にガラーンとしていました。ここまで来るのに特に何か書類チェックとか、手に消毒をするとか、最近私も日本に来てますが、それほどね、そこら中に消毒液が置いてあるというようなことはありません。なので、まあ、自分でですね、消毒液持って行って自分でまあこうシュシュッとやるというのが一番いいんだと思います。ただまあこういう入り口なんか今少し見えてましたけど、そういうところには数は少ないですけど消毒液はあったりします。で、実際ですね、マニラ、ここ外出てきましたが、外に、建物ですね、外に出ると人は結構いらっしゃいます。で、まあ私もね知らなかったんですけど、どうもフィリピンという言い方がいいのか分かりませんが、本当に成田空港とかと違って旅行者以外は建物に入れないということのようです。ターミナル2、マニラに到着しました。これからターミナル1、日本に行く。今回は JAL なんですけど、今から空港のシャトルバスに乗ります。ベイ12に今いますけど、19まで行くようです。歩いてきます。多分これかな、エアポートシャトル。
多分これです。ちょっと待ってみます。で、JAL のですね、飛行機に乗って帰るということで、そのターミナル1番に移動するという必要がありました。なので、タクシーで行ってもよかったんですけど、今回は、このエアポートシャトルというものをですね、使って移動することに、しています。何かネットで見るとですね、なかなかその時間通りに来ないとか、いろいろいい評判はないんですけど、まあ一度ですね、3月の31日ぐらいまではやってなかったと、まあ、4月に入って再開したようなことを、ここの係員の方、ちょうどこのカウンターが今出てますけど、ここに人がいて、その人がおっしゃってましたが、まあそのですね、せっかくあるんで、まあ、使ってみました。で、結果から言うと、まあ、30分ぐらい、その方は15分に1本とお話ししてましたが、30分ぐらい待ってバスが来たというんで、まあ、一度来てしまえばね、普通に乗れて快適でした。空港間をつなぐシャトルバスですが、15分20分ぐらいで来るよという係員のお兄さんのお話でしたが、残念ながらかれこれどうですかね、30分ぐらい経つんかな、来ないです。でもまあネット見ると結構よくあることのようなので、まあまあ乗り継ぎもまだ時間ありますから、気長に待ってみようと思います。で、あんま私マニラ空港来ないんですけど、こういう人を待ってる方々がたくさんいらっしゃいます。もうね、慣れた方にはこう風物詩というか、よくある光景なのかもしれません。今6時46分ということで、もうだいぶ外が暗くなってきました。バスが来たかもしれないです。どうやらこのバスはターミナル3って言ってたんで、3に行くバスのようです。なので我々が行くターミナル1は、あ、なんだ、もう一台来ました。後ろのバスかもしれないです。で、結局ですね、この一番この初めに来たバスではなくて、その次に来たバスがターミナル1に行くバスだと。で、まあ、てっきり私はその3に行って、まあ、分かんないですけど4に行って1に行ってみたいな、1台が何台かね、いくつか回ると思ったら、そういうことではないようでした。で、まあ、このですね、無事にターミナル1のバスに乗り込むんですが、これがね、大体どうですか、10人もいなかったかな、人が、それ少なかったですね。で、まあ、普通に、座れてですね、快適に移動することはできます。めちゃめちゃバス飛ばします。かなりスピード出てるような気がして、さっきから揺れて揺れてしょうがないです。まあね、乗り心地はあまり良くなかったですが、無事にターミナル1に到着しました。で、この時にですね、だいたい7時過ぎぐらいだったと思います。7時前後ぐらいかな、夕方の。で、夜のですね、まあそのくらいで、飛行機自体が夜中の12時発の JAL の便だったと思います。12時過ぎだったかな。で、まあ、入ろうとしたんですけど、なんか皆さんね、いろいろ書類を見せて、航空券のチケットであったり、そういったものを見せてるんですけど、我々もね、入ろうと思ったら入れないと。で、なんで入れないんだって聞いたら、どうもその3時間前ぐらいを目安にしないと、入れないと中に、そういうことを言われまして、で、まあ、あと1時間ちょっとぐらい、2時間弱ぐらいあったもんですから、まあ、外で待ってるのもね、椅子もないし、どうしようかなということで、その聞いたら、このジョリビーがあると。で、もしかしたらそこで座れるかもしれないということで、近くにあるジョリビーに行ってみました。
で結果的にはですね席が偶然というか、でも3分の2ぐらいかな埋まってましたけど3分の1ぐらいは空席で、そこに無事座ることができました。でこれがねそのなんだろうもっと満員でね誰も座れないぐらいなのかなということも思ったんですけどあまりそのなんだろうなよく分かりませんがそんなにその日本人の感覚だとなんかみんな席を奪い合ってねこういう時は座ろうと努力するような気がするんですけどそういうことは全くなかったですね。でまあお腹も空いてたんで、まあ、機内で食事は出るんですけどまあ夜中ですしね食べられるかも分かりませんでしたのでまあここでお約束のこのヤムバーガー的なものであったり、あとですねチキンと、ご飯のセットであったりそういったものを注文しました。まあ各々、家族4人好きなものを頼んでだいたいどうですかね800ペソ、2000円ぐらい弱ぐらいですか、まあ、それくらいの、お値段だったと思います。私が頼んだのがこのチキンの、セットですね。ご飯と、フライドチキンが入ってあとマッシュルームスープって言ったかな、そんなものと、ドリンクは、パイナップルジュースを頼みました。で私はねまあ、これ余談なんですけどどうもそのコーラとかスプライトとかっていうものよりもこのパイナップルジュースこれがね、まあ、100% なのかわからないんですけどなんとなくまあ健康っぽくてこれを頼んでますが、まあ、本当に健康なのかは全くわからないです。でこちらですねお土産屋さんがあったんで近く行ってみたんですけどかなりね割高でした。で実際我々が、同じものを買ったマンゴードライマンゴーのちっちゃいやつですね、セブンディーっていうんですかまあまあ結構メジャーなお土産らしいんですけどこのねちっちゃい一番ちっちゃいやつが245ペソ、だいたいまあ600円550円、ぐらいで売ってましたが我々がこの半値以下の100ペソ110ペソぐらいで買ったんでまあ 2.5 倍ぐらいの値段で売ってたようなイメージです。でこの空港のですね結構至る所といってはおかしいですけどいろんなところにこういう充電器携帯の充電ができる充電ステーションっていうんですかこういうものも、たくさんありましたので何かね電池がやばいという方はこういうの活用していただけるといいと思います。もちろん無料ですが盗まれないようにね近くで見張っておくっていうのは必要なのかもしれません。でまあ実際ですね、入場できたのが9時過ぎですね。夜9時過ぎにこう入ってようやく建物に入って JAL の飛行機のチェックインをするというところです。で建物の中に入ってしまうとまあ先ほどの飛行機とかね空港のターミナル2と一緒でそれほど人はいないという感じです。ただこの JAL のね飛行機は結構この日はまあ満員御礼ぐらいの感じでほぼほぼ満席なんじゃないかなというぐらい人は乗っていました。なのでチェックインも非常にね列が長くて我々は早めに行ったつもりなんですけどどん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 人が来てね、で2種類レーンがありまして、まあ、この後看板出てくると思いますが事前にそのウェブチェックイン、インターネットでねチェックインの手続きをしている人としていない人で、まあ、していない人の方が、大体7割ぐらいかな3割ぐらいはチェックインをしているという感じです。で我々ねチェックインしてるんでこの左側にあるこのウェブチェックインっていういわゆるその後は荷物を預けるだけという列に並んだんですけどこっちの方がね混んでましてなんか進みが良くないんですね。なので結局ねまあ結論とするとこの通常のチェックインウェブチェックインしない方の方が早く受付が終わったというそんな残念な結果だったりします。
どうもあのウェブチェックインの対応する人の係員の方の方が圧倒的に数が少ないと。で、何もやってない人の方が対応する係員の方が多いということなんで、まあまあまあ運が悪かったなというような感じですね。で、まあ実際ここの列に、でですね、何を調べたかな、ワクチン接種証明書を見せてほしいというところですね。接種したのと、あと陰性証明持ってるかというところは確か調べられたんだと思います。それ以外はね、あとはまあパスポート見せて普通に、大丈夫だったんですけど、でいよいよまあ出国手続きというところで、この後にね、まさかねこんなことになるんだかとはねちょっと思わなかったっていうトラブルがあったんで、それはこれからご説明します。でですね、まあ実際ねこう出国手続きのところ、まあ、この時は撮影ダメなんで映像はないんですけど、行ったらですね、まあ、私 SRRV というビザを持ってまして、そしたらその、移動許可書っていうんですかね、それを見せろと、見せてくれと言われまして、トラベルパスっていうやつだと思います。でそのトラベルパス私用意してなかったんで、まあ、ないよという話をしたら、ちょっとね出国できないに必要だよって言われまして、でまずいなって、まあ、この時点で夜中の11時なんで、まあ、退職庁の方に連絡するわけにもいかなくて、どうするかなっていうんで、もしかしたら出国できないくなっちゃったかなっていうんでね、家族もちょっと配偶者もパニックってですね、まずいなということだったんですけど、まあ、結果的には今回はまあなしでいいけど、必ず次回からトラベルパスは用意してくださいという話で OK をまあいただきました。ありがたいことに。でまあ私の勉強不足とね、情報を取る能力が低かったということで、まあ、反省しているんですけど、でまあいろいろ吸ったもんだはあったんですけど、なんとか、出国できまして、いよいよ飛行機に乗るというんで、今意気揚々とですね家族で歩いているところです。で行く途中にまあスターバックスがあったり、あとまあちょっとしたねお土産屋さんがあったりっていうんで、この時まあ11時過ぎですが、まだ営業はしていました。でただですね、まあ、この時点でパッと見た目お客さんはどうですかね、5人か10人ぐらい、ですね、パッと見た目は。でまあいよいよですね、まあ、この日飛ぶ飛行機としてももうほぼほぼこの時間になると他の飛行機はいないというんで、まあ JAL が多分最終便に近いんじゃないかなと勝手に思ったりしていますが、まあ、逆に言うとこのあと成田に着く便としては一番早い飛行機ぐらいのレベルになると思うので、まあ、そうなるとですね、日本に着いてからの PCR 検査とかそのあたりもかなりまあ順番待ちはしなくていいんかなという淡い期待をして、まあ、深夜便を選んだというところもあります。ただですね、まあ、実際私みたいな子供がねちっちゃいのがいたりってなると、まあ、夜10時11時とかいうことになるとね、ちょっとね、まあまあまあ、待つのは大変かなっていうのはまああります。なのでまあ何を優先するかっていうところだと思いますが、日本に着いてからのワクチンの、テストとかですね、その辺についてはまあちょっと次回の動画になってしまうと思いますが、ご紹介できればと思います。で今ずっとですね5分ぐらい歩いて JAL の、ゲートまで行っているところですが、まあまあまあですね、特にその移動してる間に先ほど JAL で、証明書とかね、ワクチンを打った証明書とか、あとかかってないという陰性証明とかを見せたっていう以外は特に何もチェックはありませんでした。でまあ、こういう食事もですねサンドイッチみたいなものも売っていますが、まあ、買ってる人はねほぼほぼいなかったですね。で、まあ、水を
買ってるような人もいましたが、水は無料で飲めるような、ウォーターステーションっていうようなものもありましたので、まあうちは機内で耳が痛くなる時の帽子で飴を買ったぐらいですね。まあだいたい普通のスーパーで売ってる値段の半分ぐらいで購入できました。またこの先は次回の動画でお話ししたいと思います。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また、私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。また、具体的な質問がある方は、概要欄にあるメールアドレスか、Twitter の DM までお願いします。ありがとうございました。